パレスホテル東京は東京都千代田区丸の内にあるパレスホテルチェーンの基幹ホテルである。2012年5月まではパレスホテルという名称だった。本校では隣接するオフィス棟のパレスビルについても記載する。戦後、連合国総司令部は1947年8月15日の貿易再開の日までにバイヤー専用ホテルを開発すべしと政府に通達した。 これを受け貿易庁は急遽、臨時施設部を設け、東京、名古屋、京都、大阪の4カ所に、国営ホテルを設置することになった。東京では、旧停出林時や局庁舎と、住友銀行や住友信託が入る、東京住友ビルディングなどが接収されて、改造工事が始められ、前者はホテル帝と、後者はホテル東京として開業した。だが、 占領下という厳しい環境に加え、言葉の不自由さと業務に不慣れなことが運営を混乱にさせ、さらに当時の社会不安や悪性インフレといった混乱の中で、ホテルテイトの経営は赤字が続いた。そうしたことから、1949年5月20日、政府の要請で東京会館を中心としてホテルテイトが設立され、運営業務を政府に代わって、 新会社が行うことになった。旧帝出林や局長者を前身とするホテルテートの建物は皇居の美を借景とした設計で規模は小さいもののホワイトハウスに似た外観を呈していた。そこに目をつけた GHQ はサンフランシスコ講和条約締結後にアメリカ大使館事務所に使用したいとシーボルド外交局長を通じて吉田シゲル首相に正式譲渡を申し入れた。 これに対し、吉田首相は、サンフランシスコ講和条約の調印を間近に、控えていたこともあって、熟慮の末に横託した。これを知ったホテル程度関係者は驚愕し、皇居前広場の一角に、アメリカ大使館事務所を設置し、正常期を日夜、はためかすことは、いたずらに、国民感情を刺激し、ひいては日米関係悪化の原因になりかねないと、反対運動を開始し、 政府並びに GHQ に対して活発な陳情活動を展開した。その結果、アメリカ当局もこうした動向を考慮し、ホテルテートの獲得を断念することになった。1958年8月1日、東京会館はホテルテートの払い下げに備えて同ホテルの運営業務を行っているホテルテートを九州合併し、8月30日、 東京会館名で正式に払い下げ申請書が提出され、これに基づき国有財産中央審議会は慎重な検討を経て払い下げを決定した。当時、日本を訪れる外国人客は徐々に増えており、大規模な近代的ホテル建造が大きな課題となっていたが、ホテルテートの建物は構造上幾多の欠陥があり、このままでは期待に応えられない状況であった。 このため払い下げの検討に先立ち、将来、ここに、どのようなホテルを作るべきか、内外の一流ホテル、最新鋭ホテルが研究され、あらゆる角度から、周到な研究、検討が進められた。1959年10月14日、国有財産ホテルテートの土地、建物は、東京会館に正式に払い下げられ、11月、 ホテルテートの建物の取り壊しが始まり、1960年2月25日に新ホテルの寄港式が取り行われた。設計試工責任者に竹中工務店、工事管理に安倍美希氏、設計管理に谷口義郎が移植された。寄港式に先立ち2月1日、東京会館から土地の譲渡を受け、これを所有し、新ホテルを経営する会社として、 資本金5億円でパレスホテルが設立された。創立発起人は23名で、有名財界人の他に、富士銀行、サムワ銀行、有力孫保、正保会社及び阪急計画者の代表者がなお、連ねた。そして、初代社長に吉原聖地、副社長に溝部五郎、専務に北原修造らが選任された。パレスホテルの建設工事は、 順調に進行し、1961年9月28日に、竣工し、10月1日、オープンした。敷地面積は1万440平方メートル、建物の総面積は6万5740平方メートル、地上10階建てで構成され、外装には、日本古来のしがらきやきこ口タイルを採用し、日本の伝統素材が、 近代的な建築の外壁に用いられた初のケースであったことから、画期的な試みとして高い評価を得た。客室数は407室。全客室のうち約60%を禁煙室とし、二重窓構造によって、静室な環境が実現されていた。また、二重施設として10つのレストランバー、大小18の宴会場、ミーティングルーム、ビジネスセンターなどを完備していた。 ホテルの北棟として同時に建設された9階建てのパレスビルには主に外資系企業がテナントとして入り、宿泊者専用のフィットネスセンターやギャラリーパレスなども備えていた。1964年の東京オリンピックを契機に日本への外国人旅行客は急激に増加し、1970年の日本万国博覧会まで外国人の来日数は上昇カーブを描き続けた。 パレスホテルも皇居前という最高のロケーションと近代設備で外国人客を順調に増やしていき、1974年にはバイオリニストのアイザックスターンが約1ヶ月滞在したほか、フレンチポップ歌手のシルビー・バルタンやソウル歌手のレイチャールズら海外の大物が60年代、70年代にかけてショーを開いた。また増加する顧客に対応するため、 相次ぐ増改築を行ったほか、九百七十二年、東京、九段下にホテルグランドパレスをオープンしたことを皮切りに、国内外にグループホテルの進出を進め、パレスホテルチェーンを構築していく。施設の老朽化に伴い、旧ホテルオフィス棟は二千九年一月末で閉館し、約七百五十億円をかけ建て替えられ、二千十二年一月十七日にオフィス棟、 2月14日にホテル棟の建物がそれぞれ竣工した。両棟は地下4階、地上23階建てで、低層部は一体化されている。建て替えにあたっては、建て替え前の建物配置と同様に、和田総噴水公園に面した敷地南側に、ホテル棟、永代通りに面した北側に、オフィス棟を置き、都市警官の面から、と、千代田区等との各種行政協議を経て、 未利用の特例溶石を金棒で計画されていた丸の内1の4計画に移転することにより高さを抑え、皇居前の景観形成に配慮している。外観は皇居に隣接する建物として、周辺環境の調和と一流ホテルとしての品格にこだわったもので、最高高さ115メートルに達する構想、建築ながら、 狩りが飛ぶ姿を思わせるフォルムと白亜の壁面が気品ある佇まいを見せている。客室数は旧ホテル時代の389室から290室に削減し、広さを45平方メートル以上とした。これは高品質なより充実したサービスを提供するためである。また区内庁と協議の上、客室の窓からは区内庁病院や皇宮警察本部など皇居内の 施設が直接視界に入らないよう設計されたが、ホテル胸のすべての客室や宴会場からは、緑豊かな眺望が確保されている。このほか付帯施設ではレストランが一部変更となり、新しくスパ施設としてエビアンスパが営業を始めた。今回の建て替えで、パレスホテルは、従来の法人ビジネスユースを主体としてきた戦略に、加え、30から50代の富裕層、 女性客も積極的に取り込む戦略を打ち出し、帝国ホテル東京、ザオクラ東京、ホテルニューオータニの東京ホテルの三夜を二倍上回る、国内ホテルとしては最高額となる、平均客室単価を維持していることが報道された。また、フォーブストラベルガイド2015の格付けにおいて、パレスホテル東京が日系ホテル初、最高ランクの五つ星を獲得したほか、2020年には、 同格付けにおいて最高ランクの5つ星の評価を5年連続で獲得。加えて、スパ部門ではエビアンスパ東京が初の4つ星を得た。2019年、ドナルド・トランプ大統領が来日した際には宿泊先として選ばれている。オフィス棟であるパレスビルも建て替えられ、ホテル棟とは低層部で一体化している。外装は重厚感がある堀の深いデザインとし。 さらにホテル棟との調和を図るため、同じ市所打ち込んだ繊細な PC 板とガラスカーテンウォールを組み合わせたデザインとなっている。基準外事務室はコアを中心に、この字型のオフィス空間とした。皇居外苑を望む西側の奥行きは約17メートル、永代通り側は約16.5メートルを確保、上下階を結ぶ内部階段を設置可能とすると、 テナントのレイアウト変更にフレキシブルに対応できる事務室となっている。地下1階は商業施設となり、レストラン、ショップが入る。レストランバーラウンジ級、パレスホテルレストランバーラウンジほか。ありがとうございます。